い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムからタカラトミーモールオリジナルトヨタ 2000GT を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルトヨタ 2000GT です。ボディカラーはレッドのソリッドだね。で、少し光沢のあるツヤのある感じになってます。で、フロントの方を見ていくとこんな感じだね。グリル周りは樹脂パーツとかクリアパーツが使われてるね。で、ウインカーの部分もオレンジ色で塗装がされてます。で、ボンネットのところはこんな感じだね。で、窓ガラスの周りの部分もシルバーでしっかり塗装がされてます。で、ルーフの部分はこんな感じです。で、助手席側はこんな感じだね。ドアノブとかしっかりこの辺りも塗装がされてるね。で、後ろの方はこんな感じだね。ナンバープレートのところにはトヨタ 2000GT ってプリントがされてあって、マフラーの部分もしっかり作られてるね。この辺りすごくかっこいいね。で、リアのテールランプの部分はレッドとシルバーの塗装になってます。で、運転席側はこんな感じだね。反対側の助手席側と同じようなデザインになってます。こういうピラーの部分はブラックとシルバーでしっかり塗装がされてるんだね。こういうのもかっこいいね。で、トランクの部分はこんな感じだね。ガラスの部分はクリアパーツになっていて、トランクのこの部分にも小さくだけどトヨタ 2000GT ってプリントがされてます。内装はこんな感じだね。シートの部分とかシフトノブとかエアコンの吹き出し口あたりもしっかり作られてるのかな。いい感じに作られてます。タイヤの方はサスペンションがついてます。ホイールの部分もトミカプレミアムらしくてすごく細かく作られてるね。当時のこの車はやっぱりタイヤは扁平タイヤじゃなくて、こういったちょっと太めのタイヤだよね。こういうところもしっかり特徴を捉えてるね。で、アクションの部分はドアの開閉がついてます。で、裏の方はトヨタ 2000GT2017 年のシャーシになってます。さすがトミカプレミアムだよね。細かなところまでしっかり作られてるね。フロントの部分からサイドの部分だね。で、後ろの部分とで、運転席側だね。で、ルーフの部分はこんな感じになってます。すごくこのレッドの塗装がすごく綺麗だね。はい、同じ車種のトヨタ 2000GT を2台並べてみました。タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムだね。で、こちら側が世界の国旗トミカのベーシックトミカだね。ボディカラーとかデザインは違うけど、やっぱりトミカプレミアムらしく細かな作りがしっかりされてるね。フロント周りだとこんな感じだね。ベーシックトミカの方も樹脂パーツのクリアパーツにはなってるけど、やっぱりこっちはもっと細かく作られてるね。フロントガラスの部分とかもしっかり窓枠がシルバーで塗装されてるね。で、横から見るとこんな感じだね。一番はやっぱりホイールのデザインの違いっていうのはあるけど、どちらもしっかり作られてるね。で、後ろの方はこんな感じだね。やっぱりマフラーの部分の作りはトミカプレミアムの勝ちだね。ナンバープレートとかね。だけど意外にもベーシックトミカの方はテールランプはクリアパーツなんだね。こちらのトミカプレミアムは塗装になってます。上から見るとこんな感じだね。トミカプレミアムの形もかっこいいけど、ベーシックトミカの方もしっかりした形作られてるね。若干サイズがベーシックトミカの方が大きいのかな。裏の部分を見てみると、あ、よく見るとスケールは59分の1で、どちらも59分の1だね。だけど微妙に車体の長さが微妙に違うかな。箱
箱の方は正面のパッケージにトヨタ 2000GT のイラストだね。でこの部分にタカラトミーモールオリジナルってプリントがされてます。で側面はこんな感じだね。で後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はタカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムトヨタ 2000GT を紹介しました。でグリルの部分とかホイールの部分とか窓枠の部分とか、さすがやっぱりトミカプレミアムっていう感じの作りだね。いい感じにできてると思います。でトヨタ 2000GT のこのモデルはホワイトで通常品が発売されてたね。通常版の方と形とか基本的なデザインは同じだね。ボディカラーの違いなのかなと思います。こんな感じでカラーバリエーション増えるっていうのも嬉しいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。